兵庫県議会は日本の地方議会、兵庫県の議決機関、政府議長のポストは1966年以来半世紀以上にわたり自民党県議団が独占している。2019年6月の定例県議会では4月に執行された第19回統一地方選挙で自民党が保守系無所属の追加公認や開配りを含めても 単独過半数を割り込んだため、高い派が副議長ポストを第二会派の兵庫県民連合に譲るよう要求したが折り合わなかった。そのため、副議長ポストの決選投票が行われたが、疑問票の扱いをめぐって紛糾した末に従来、同理自民党の両方ポスト独占が維持された。自民党会派は2021年7月の知事選挙をめぐって、 県議団と第四会派の自民党票後に分裂したが、選挙の前月に行われた政府議長改選においては、自民系に会派の合意により、県議団が引き続き両ポストを占有している。4年、議会が解散されれば、その時点で失職する。1995年1月に発生した阪神、淡路大震災の影響により、県下において同年4月の 第13回統一地方選挙実施が見込めなかったため、特例で議員の任期を2ヶ月延長して、同年6月に県議会議員選挙を実施した。しかし、4年後の1999年には選挙日程だけを第14回統一地方選挙に合わせている。そのため、 以降も4月に選挙が行われても実際の任期は6月からとなり、選挙で当選した新議員が2ヶ月間議員活動ができない一方で、引退や落選した旧議員が議員身分を持つことになり、選挙後の2ヶ月間は議会も開かれない。このような有権者の判断がすぐに反映されない状況が続いていた。しかし、 2017年5月に次回選挙の当選者について任期を約2ヶ月短縮する特例法が国会で成立したことにより2019年4月の第19回統一地方選挙については当選者の任期が通常4年のところ3年10ヶ月となり震災から28年を経た2023年4月の第20回統一地方選挙からは ズレが解消される予定となっている。中選挙区制と小選挙区制を実施。県議会を補助する事務組織として事務局が置かれている。2020年12月8日現在。2014年7月1日、前年度の政務活動費の不正使用を問われた当時、議員の野々村龍太郎の記者会見を契機に、全県議員を対象に実施した過去三年度分の政務費の調査を行い、 その結果を公表した。調査の結果、約3割にあたる県議委員24人と一会派の支出契約490万円の使用が不適切と認定され返還を求めた。市民団体が辞職者を含む兵庫県議8人に対し、政務活動費に不当な支出があるとして返還を求めていた。 住民監査請求を起こしたが、県監査委員は2014年11月11日に、2011年度分と2012年度分は、請求期間を過ぎているとして、請求を却下。2013年度分についても請求を帰却している。疑惑が浮上した当初、野々村は、政務活動費の使用が正当なものであることを強く主張していたが、 結果的に7月11日付で県議を辞職し、2011年度以降に受け取った政務費、計1834万円及び、遅延利息約89万円を返還した。県議会は7月に各会派代表の連名で野々村を虚偽公文書作成、同行資材で兵庫県警に告発しており、その後の捜査で年197回に及ぶ日帰りのから主張。 切手代の名目で金券を購入して、私的に使用、クレジットカードの利用明細の偽造などを行っていたことが明らかとなっている。2015年1月、県警は野々村を詐欺及び虚偽公文書作成、同行使用儀で神戸地方検察庁へ書類送検した。検察に対して起訴を求める厳重処分の意見が付けられている。同年8月18日、 神戸地検は野々村を生活費計913万2050円を騙し取った詐欺及び虚偽公文書作成、同行使用儀で在宅起訴した。初公判の出廷を拒否したために交流手続きを取られるなど異例の公判となった上で2016年7月6日に神戸地裁は懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。なお、 野々村の不祥事がスクープされるにあたり、記者会見では、当人が大声で泣き叫びながら、質問に答えるという、極めて異様な光景だったことも、相まって、世間で大きな話題を呼び、バラエティ番組でお笑い芸人たちにネタにされただけで、なく、一部のテレビドラマや、テレビアニメでも、同会見のパロディのような演出が行われるほどで、あった。また、 インターネットではその記者会見の様子をサンプリングした、マッドムービーや同人音楽が多数投稿され、同年度のネット流行語大賞の銀賞には、野々村の会見時のわめき声を文字化した、が、はっはっはっは、この日本、ふんふんは、ああ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 あ 自民党県議の岩谷秀夫は返還額が最多の約169万円で使用のガソリン代などにあてていた。また自民党県議の鴨忍は家族を伴った出張料費など約100万円を返還。市民オンブズマン、兵庫などが岩谷と鴨に対し詐欺容疑などで刑事告発している。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 兵庫県議員政務活動費不正使用問題に関するカテゴリー。ありがとうございます。